めちゃくちゃ柔らかいし、すごくない一発目。そうまく普通にコースで使えると思います。いい転がり。伸びますね。いい転がりやな。憧れの声です。めちゃ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 前に行ってるから。すごいですね。はい、こんにちは。JPDA ドラゴンプロの安楽拓也です。今回はスリクソン4種類のボールを、まあ、各自いろいろインプレッションしたいと思うんですけれども、ちょっと心強い助っ人を連れてきましたので、ね、紹介したいと思います。はい、早川さんです。よろしくお願いします。お願いします。って言っても、初めましてなんですよね。はい。はい、自己紹介どうぞ。はい、今はネクストヒロイン選手としてマイナビの試合とかに出て、プロテスト合格を目指して頑張ってます。なんか全米女子プロ出場なんだって。はい、女子全米女子オープン、全米女子オープンに出るということ。はい、はい、すごいです。こういう心強い方が今回のシダテストをしてもらうということ で僕はまあドラゴンの選手という立場でボールの、まあ、ドライバーに関するボールの強さとかをどんどん皆様に紹介したいと思うんですけれども、アイアンとかアプローチパターンに関しての細かいところは彼女のなんていうかな、インプレッションがものすごく参考になると思いますので、ちょっと僕自身も楽しみにしています。でまずはこの後スリクソンのディスタンスからテストしたいと思います。でディスタンス一発目打ってみたいと思います。うん、めっちゃ柔らかい。めちゃくちゃ柔らかいし、すごくない一発目。そうまかったです。めっちゃなんかソフトですよ ね、でも当たりがこれ、はい、ダース2000円ぐらいでマンスリブ500円ぐらいでしょ。でも打った感じは柔らかい、うん、音が、うん、音が柔らかかったし、はい、でもスピンもまあいい感じだったよね、はい、マンショットで。この値段でこの感じだったらバッチリだよ、はい、うん、全然球が食いつくから、うん、僕は好きです、うん。僕はもうこうパーンと出るのがあんまり好きじゃないから、すごくいい。ヘッドスピードがそんなない方でも十分使っていける。うん、でもとりあえず僕が今この一番お値打ちなボール打ったけど、はい、次は早川さんが打ってみてください。はい、柔らかいですね。これ柔らかい。はい。結構柔らかい、なんかフィットします。すごい。グッと入ってくる。はい。びっくりしました。結構柔らかかったです。結構柔らかかった。はい。想像以上に。うん、僕持った時柔らかかったから、うん、でしょ。けど打った感じで、ね、はい、こう吹けないけど、吹ける感じはしないよね。柔らかいです、ね。柔らかいよね。はい。はい、全然、はい、普通にコースで使えると思います。うん、はい。これの売りはなんか打感が柔らかいということ でさっき言ったのも柔らかかったんですよ、うん、僕はこれに求めるとしたらさっきの柔らかさプラス球の重さが来たらいいかなと思うけど、うん、一回打ってみます、はい、打ってみないと分かんないですからね、はい、うわしょう、これも柔らかいけど、はい、さっきよりちょっと重い、うん、音が鈍いですよね。さっきより、はい、柔らかさは柔らかいの、はい、だけどさっきよりちょっと重い、うん、ちょっとこうずしっとく、ずしっとく、はいはい、うん、乗ってますよ、ね、乗ってる、フェイスに。スピンもそんなにどうなるか上がってないですよね。そう、はい、いいと思います。おー、ナイス、うん、
柔らかいけど、でも、うん、確かにずっしりします。最初打ったディスタンスよりかは、はい、はしっかり重さが来るよね、やっぱりね、はいはい、だから結構前に行くんじゃないですか。そうそうそう、前に行く感じだよね、はい、女性ゴルファーとしては。でもヘッドスピードちょっとなくても全然しっかりフィットするんで、重さが、そう、重さがこう来てくれるから、インパクトのこう当たった感じが欲しいっていう人は、はいいよね、はい、こうずっしり来る、はい、ずっしり来るから乗る感じがするから、乗るししっかり距離も出ると思うんですよね、はい、うん、その感覚女性の方とか、ジュニアの方とか、うん、もう全然いいと思います。そう、はい、フェースに球が乗ってくるから、乗って運ぶ感じは出せると思います。はい、これは3ピースなんだって。先ほど打った、最初に打ったディスタンス、その次の AD スピードは2ピース、うん、でここから3ピース、でこれの売りは、まあ、情報によるとね、なんか俺ボール博士みたいなこれの売りはなんか飛びとスピン、はい、両方で、このボールはうち の JPDA って協会のパッティング選手権ってあるの、うん、パッティングの大会、それの公式球です。だからパッティングで使うってことはもう打感も弾かないってことだね、うん、そんなにね、うん、だから全てにおいてオールラウンドで使えるんじゃないかなっていう感覚 で値段で言うと、まあ、ワンスイープ1000円ぐらい、はい、ではこんな感じかな、うん、一緒です、うん、素晴らしい違なんかなんて言えばいいんだろう、高さがちょっと出る感じ、うん、今のでもそんな振ってないじゃん、はい、適当にポーンと振ってる感じだから引き上がってはないけど、うん、でもいいんだ、でも打ち出しが出るから、はい、ポンと上にとボールでかなり打ち出しが変わるっていうのがなんとなく分かる、分かりますね、うん、はい、一発目のやっぱりあのディスタンスに関しては、うん、まあ出るけどそれよりもプライスさんの方が高さが出るんじゃないのかなっていう感じになります、ね、おお、おお、はいはいはい、これが要はこっから3ピースなの、はい、柔らかくはないですね、だよね、そのさっき要は中間ぐらいに来るよね、はいはいはい、だよね、ちょっとカラッと、私はカラッとカラッと、はい、カラッとする感じね、カラッとする感じ、説明しましょうか、カラッとする感じを、ね、カラッとする感じっていうのは少しAD スピードよりも重くないってことだよね、はいはいはい、ね、先ほど の AD スピードのインパクトの重さよりももう少しこう軽い感 軽い感じかといってディスタンスほどカラッとはしてないけどね、はいはい、ちょうど間ぐらいに AD とディスタンスの間、うん、中間ぐらいの感覚になってると思いますから、はい、まあでも今ドライバーじゃん、まあ、この辺あとアイアンとかねパターとかもアイアン結構良さそうですよ、打ってみたいよね、はい、打ってみたい部分あるよね、はい、うん、まあ、ぜひともアイアンとかを打って感想も聞きたいし、アプローチと思う、はい、おお、ナイス、うん、おお、ナイスもう結構止まりますね、うん、止まる止まる、うん、打感もどう、打感でも吸い付きますね、ポコン、はい、ポコンって感じじゃないよね、うん、ちょっとしっかり吸い付くし、うん、結構止まる方だと思いますね、はい、あれでワームスリーブ1000円のボールでしょ、はい、1000円です、1000円でしょ、はい、すごいと思うよ、全然普通にいいですよ、全然使えるでしょ、はい、使えます、はい、いいと思います、はい、はい、次はグリーン上、はい、パッティングですけど、プライスター、プライスター、これなんかアライメントマークっていうらしいね、はい、このアライメントマークをラインに合わせてこうセットする、はい、でこれね、先ほど聞いたのは、まあ、こっちこうやってセットする人いっぱいいると思うんですけど、こう横向きでもセットできて、はい、でこれティーショットの場合これに対してフェースの向きとか合わせやすいとかできるそうです、はい、あとこれに関してはあの僕らの JPDA という協会のね、プロパッティング協会の公式球になってますんで、信頼度あります、信頼度あると思う、はい、飛びすぎたり、はい、ね、こう弾きすぎちゃったり、なんか出玉がバラバラになる感じは多分ないんだと思いますので、うん、で、これ今から検証してみたいと思います。怖
そうそうそう、打つ時にそのなんていうかな、こうパーンと弾いちゃったり、あ、はい、嫌でしょ、はい、嫌です、パンチ入る感覚になっちゃうから、はい、ボールに何を求めるかだと思うんですけど、でもボールで結構違いますよね、パターンも、うん、いい転がり、伸びますね、いい転がりやな、伸びるな、はい、やっぱすごいな、これいいですよね、これいいよね、いいですね、全然ショットもそんな悪くなかった、うん、うん、おミラクル的なはずでこれ転がり見るのにも良くないですか、うん、これなんかこの なんていうのこうアライメントマークっていうのあれがすごいこう見えるからいいよね、はいはい、いいですね、うん、パター練習にもなりますね、オールラウンドで使えるってことでドライバー打って、まあ、セカンドウェッジ打って、うん、でパターンも打ちましたけども、いいです、ね、もう総合点は、はい、うん、かなり高い位置になるよね、高いですね、うん、はい、なおかつそこにコストパフォーマンスが入ってくるから、うん、安定性は結構いいと思います。でこれはもう本当僕らが JPDA っていうドラゴンの大会で使ってる公式球です、うん、これね皆さんね本当にツアーの女子ツアーの人たち使ってんじゃないのかなと思ってるぐらいのボールです、うん、打ったことないでしょ、ないです、知らなかった、それのインプレッションを僕が多分一番聞きたいです僕はこのボールよく知ってますから、はいね、はい、もしかしたら一番最初に使う女子ツアーかもしれないよじゃあ使ってみますね、はい、はい、じゃあテストしてみたいと思います。これはね打感もいいんだよね、おーでしょう、めちゃくちゃ全然違います、ね、いやめちゃくちゃいい、今のが多分、はい、さっきまでのボールだと少し引っかかってるはずなのね、うん、はいはいはい、自分の中で、はい、うん、あれがやっぱちょっと引っかかってこないから、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ前に行ってるからすごいっすね、めちゃめちゃいい、飛びが違う、全然、うん、これに関してはデッキ数の時よりもなんていうかな、ちょっと柔らかくなりましたよ、うん、うん、間違いなく今使ってるクラブはパンテよりかはワンパンテは飛ぶと思います、うん、でなおかついいのはやっぱスピンが入るから、うん、デッキ数よりも安定してて、うん、これはだから最初にこれ打たせてもらった時に僕メーカーさんに、え、なんで女子プロ使わせないのって言ったぐらいですからすごい伸びますよこれ。ナイス。ほら。え、すごい。こういきましたよ。でしょ。あの男子プロの男子プロの飛び方した。憧れの声。すごいですねこれ。見た時にさ、思ってるも向こう行ってるでしょ。行きました。行ってるでしょ。で、ドロップ気味に落ちるんかなと落ちなかったでしょ。はい、伸びました、ね。最後伸びたでしょ。すごい。すごいよ。これすごいですね。いいですよ。ぜひとも、ぜひとも、はい、皆さん X3 使ってみてください。はい、ということであのコースでのテストは終えて、はい、でこの後ちょっとね場所を変更してスタジオの方でちょっと細かいアイアンのスピンとかデータを取りたいと思いますんで、はいはい、ここからスタジオの方まで、はい、高速移動したいと思います、はい、行きましょう、はい、3、2、1、よし、はい、ナイス着地はい、ということであの室内の測定できる場所に来ましたけれども、はい、今からトラックマンで測定したいと思いますけれども、はい、まあ設定のヘッドスピードは48から50ぐらいの間隔で打てればいいかなっていうイメージです。おー、ナイス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 、ね、この、ね、コストパフォーマンスで、まあ、ダース1ダース2000ぐらいなわけじゃないですか、はい、でこの数値とこのデータが出るわけだから、うん、まあ、初心者の人とかある程度そのなんていうかなエンジョイゴルファー、エンジョイゴルファーの人って別々のボールいっぱい使うじゃん、はいはい、
要はその、まあ、ロストボールがダメとは言わないけどこういろんなボールがビニール袋の中に入ったのを持ってくるじゃないですか、はい、まあそれはそれでいいのかもしれないけど、まあ、同じ一つのボールを使ってやるっていうのは上達にはすごく重要なことだと思わない？うん、これはもうぜひとも初心者の方とか徐々にレベルアップをさせたいですね、なんかしていきたい方は使ってもらいたいですよね、うん、最適です、うん、はい。しっかりくっつくけど要はそう最初 の、 そのディスタンス、うん、ディスタンスよりもちょっと芯がある感じだから、うん、その芯ちょっと重みがあるよね、はい、うん、でこればっかりは好みかな。そうですね、あわあわ好みだね、自分の中でこうもうちょっとギュッと乗った方がいいのか、うん、重さがあった方がいいのか、うん、ヘッドスピードにもよりますね。そうですね、どっちかっていうとこのタイプだったらロフト寝かしといて、うん、打ち出し上げちゃった方がいいかなとは思うね、はい、うん、まあ、女性とかジュニアの子たちが使うにはいいんじゃないですか、うん、はい。音が違いますね、うん、今よかった。めっちゃ、わあすごい。打感いいですね。やっぱ打感いいよね。はい。うん、ちょっと弾くけど、そうそう、弾きながら食いつくよね。はい、うん。すべてのやっぱトータルバランスが。いいです。まあメーカーさん、セリソンさんがこのボールをラウンドで皆さん使ってみたらどうですかっていうふうに推奨するのは分かるね。分かりますね。総合的にいいですね。分かるね。はい。うん、おきた、素晴らしい、よし、すごい、距離も出ました、ね、今のめちゃめちゃいいで、はい、もう音がね、良かったもんね、最高ですね、いいですね、これいや、だって変な話だよ、これ今、まあ、ボールスピン、クラブスピン641だけど、ボールスピン出たじゃん、はい、で、スピン量だけど、打ち出しがそんなめちゃめちゃ高くはないわけな、はい、11.4 だから、はい、ちょっと自分の中では低めなわけじゃん、はい、でも出てるから、ね、しっかり出てます、はい、ちょっと分かってきたら、はい、もうちょっと、ね、もうちょっと行くね、はい、ね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと驚きだったね、はい、まじまじとこんだけいろんなボールをテストしたのは初めてですね、本当に、はい、ゴルフってそのボールは各自選べるわけじゃん、自分が使ってるボールと僕が使ってるボールと違うメーカーの違うものを使ってもいいし、うん、同じものも使ってもいいし、これはね、一回ご自分の中で一回統一のボールを使ってみようっていう形で選んだ方がいいと思いますよね、選んでプレーしてみるというのは大事だと思います、うん、ぜひとも皆さん自分のボールを見つけてもらえれば、まあでも本当びっくりしました、ボールでこんだけ違うんかっていう、それぞれ違いますね、違った、はい、まあボール選びのコツとしては自分のその、まあ、腕前とかあとはもう価格ね、価格とか中でその自分がこれ、まあ、これはちょっと俺の腕だともったいないなとかっていうんであれば、もうちょっと下の価格帯の中でもいいボールっていうのはありますんで、はい、もう探してそのご自分の中のそのレベルに合ったボールを探してゴルフをエンジョイしてみてください。